こないだ、ダブルデートした時に、友達と友達の彼氏が喧嘩になっちゃったんだ。確か話題は、飼っているペットについてで。私はインコを飼っているんだけど、友彼が、それを小馬鹿にしたんだよね。臭いし、目が気持ち悪いって。そんなことないよ。って反論したかったけど、こればっかりは、好みの問題だし。苦笑いしていたら、友達が怒って、友彼を注意した。でも、友彼は、自分の好きを、他人に押し付けるなよ。ってのらりくらりかわしてた。じゃあ、なんでペットの話を振った？って感じ。変な雰囲気になりそうだったけど、黙って話を聞いていた私の彼が、自分が好きなものを、相手も好きになってくれたら嬉しいよね。ってぼそっとつぶやいたら、流れが変わった。思わず抱きついたわ。恥ずかしい、やめて。って逃げようとするのを、ぎゅうぎゅうしていたら、友達が、羨ましい。って言い出した。今度は、友彼がカチンとしたらしく。お前は俺の彼女だろ。って不機嫌顔。今はあんまり好きじゃない。あなたの好きを、私に押し付けないで。って返されて。ああ、そうかよ。って舌打ちして、どっかに行っちゃった。追いかけなくていいのか聞いたけど。友達は首を振って、血は喧嘩に巻き込んでごめんね。って笑って、彼女も帰ってしまった。別れるのかな？私がきっかけみたいになってしまって、なんだか罪悪感がある。